おはようございます。おはようございます。リンゴルフオープンやってるんですけれども、時間があったのでリサちゃんに俺の鬼スライスを直してくれのコーナーをやります。イエーイということで、タイトル通りなんですけど、はいはい、やっぱり気になる鬼がついてるのがすごい気になる。コースに出るとティーショットでめっちゃ見に行くんですよ、ね、なんか動画でよく見ます、ね、全く直らない。頑張りたい、はい、鬼を直したい、はい、カメラはあゆちゃんです。はい、ありがとうございます。適当にリアクション言っていいですか、ね、わかりました、はい、じゃあゲストちゃんお願いします、はい、お願いします。打てばいい。じゃあまず打ってもらっていいですか。もう打つね、はい、はい、カイト君のドライバーです。はい落ちすぎてて球が捕まらないから、自分で先っぽに構えて捕まりやすくしたくなる。まあ右ですね。まあ右です。なんで右に行くって思いますか。はいはい、一応言われたのは、僕がずっと気にしてたのはアウトサイドインなのかなって勝手に思ってた。僕は思ってたんですよ、はい、昨日一昨日まで。なんですけど、カイト君と昨日一昨日ラウンドしたら、はい、このままフェースが開いて当たってるだけで、はい、スイングは別にそんなアウトサイドインじゃないよって言われて、フェースが戻ってない、戻ってないって言われた、はい、でも本当はわからない。あ、本当は分かるの、うん、あ、ではそのフェースが戻ってないっていう点に関してどうやったらフェースが戻ると思いますか。カイト君に言われたことは言われたことでずらな気がします。分かってないから僕はここから一生懸命返そうとしてるから、うんうんうん、この辺からもう返すって思ってこっちに、はい、ヘッド、うんうん、やれって言われた。じゃあその意識でお願いします。やってますね。さっきやってなかったやってなかった。こんな感じ。はいはいはい。あ、そうですね。いいと思います。そのやろうとしてることに対しての球の出だっていうのはいいと思います。はい、もうちょっと見る。いや。もう一回。では、その私もそう思いました。ただこうエースが戻りきってないなと思ったので、ちょっと。はい、ちょっとやるって。お願いします。構えてください。構えて、ちょっと待って、構えていいですか。怖まず、ここの肩、うん、左の肩をちょっと気にしてもらって、はい、で、ここに壁があると思うんです、まあ、壁というか、剣山があると思うんです。ここに刺さる。もう こっちに動いたら、うん、刺さる、うん、と思って、うん、振ってもらって、ここ、うん、でこの剣山に当たらないように。当たっちゃダメだね、はい、この場で。わっ、わかります。はい、でなんでその今やったかっていうと、はい、クラブフェイスがこう戻ってこないと、体がこの肩がちょっとこう左にちょっとこうスウェーしてるんですよ。こういう感じで、こういうこと、うんうん、こうですね、うん、こう左の肩をこういう風に回してほしいんですけど、こうなってるちょっと出るんですよ。ちょっとこう出る、こうなってるんですよ、うん、こうなってるんですよ。それをどうすればいい。それをここに剣山があると思って今イメージしてもらって、押せてるんですよね、この場で。同じ場所、あ、そうってことはやっぱ腰も切らないといけないですよね。この動きで絶対入る、動きすぎそう、なのでもうこれはちょっと感覚でちょっと打ってもらいたいんで、はい、これをどんどんやっていきます。もうドリルみたいな感じで、左肩をずっと同じところにあると思って回すと。で腰って今一瞬言ったんですけど、そんな気にしなくていいですか。あ、いいです、いいです。でここにこう指定にしてもらえば、ここが回るので、クラブが返そうと思わなくても勝手に帰りますので。今クラブをこの辺から戻そうっていう意識をしてるんですではなく、この左の肩にポイントを置いてもらって、この場で回すっていう動きが出れば勝手に手が返ってくる。意識の場所を変えるっていう、手元だった意識を肩に変える、うん、あ、そう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 、あ、そうそうそう、ダイヤのドライバーがスイングに入れるっていう意識を変えるっていうだけの
一緒の領域が受けないと思う。おーやべえ、内緒。今めっちゃ飛んだし、手元で返すっていう意識を、肩を軸にして手が勝手に返るっていう風にしたんですけど、ほら来た。で、肩を軸にすると振り子と一緒ですね。軸があって球がこう動く、ブラーンとね。そうそうそう、そのあれと一緒です。これをなんかこうした、うん、うんうん、いやその場で回ろうとしたってことよね。そうそうそう、こうした、うん、もちろん体はきつくなるんですけど、あと後ろに引きました。あ、そうそうそうです。どっちかっていうと、でも体は回転してるんで、はい、別に何が出るってわけじゃないです。ちょっと、あ、すいません、はい、全然違った今。手元っていう状況よりかはちょっと大きい部分で感じた方がいいかなと思います。それでドローが後ろから、ほら、おお、めちゃめちゃ良くなってる。手元を返すっていうより体を使ってるので、やっぱ幅も、うん、こうなった。そうそうそう、その意識です。その意識、これ低い。それだと体の中心軸もぶれてないの。今までの意識ってこんなんです。あ、そうです。で、体もずれて、うん、ずれて戻すんで、うんうん、もう左ビューン、手元強い時左ビューン、手元変えなかったら右バーン、はいはいはい、っていうだけの話っていう簡単なドリルを今教えたんですけど、どうですか。いや、ちょっと騙された気持ち今すごいそう、完全に意識改革まだ定着しないっすよ、うん、もうこれはこういう誰かいるときに乗っていただいて。でもこれもいいじゃん、バランス悪いですけど、そう、フィニッシュが取りづらいんですよ、それ。しゃないか。それは、頑張って取ってください。そういうことっすか。そういうことっすか。はい、その辺はフィジカルですね。じゃあ、いいっすね。たぶん右に行く球は、だいぶ減ると思う。こうなった。ちょっとでも動いたら、剣山バーン刺さるみたいな。ここに刺さるはあんま意識してなかったんですけど、今の話で、はいはい、だけどここを動かさないっていう話の中で、うんうん、何て言えばいいんだろう、手が勝手に降りてきますかね。なんか振られるというか、こんな感じ。そう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 、そうです。でいいんですか。はい、後ろから取れるといいかも、うん、はい、どうぞ。これがこんな感じになって、うん、細かく言うとですね、はい、じゃあ普通に打ってもらって、はい、うん、こんな感じのイメージでいいと思います。いいと思う。ちょっとこれ怖いからちょっと外してもらっていいですか、はい、ちょっとこれ外して、はい、なしで自由な気持ちでしてみていいですか、はいはいはい、ドライバーってめっちゃいい。おお、そう。軸はぶれてないです。うん。めっちゃいい。上手い人になったみたい。なんか体動いてますよね。うん、ちゃんと。これを感じる、これ。これですよね、これ。これも感じるし、これも感じる。今僕は四角になれた気持ちで、ここが。横の動きじゃなく、一瞬で動けてる感じします。新感覚。忘れるよこれ。よかったよかった。いや忘れない。誰かがいた時にちょっとクラブで肩ちょっとこうやってくんないって。で打つ前にやってあげる人もちょっと打つ前にこうわざとこう触るんですよ、こうやって。これな、これこれ、打つって。で、それで思い出せる。はい。でトップ行ったぐらいで持ってる人はこう外してあげれば当たんないんで。普通に振ってるだけなんですけど。なんて言うんだ、ここしか意識してない、もうこことここしか意識してなくて、あと勝手に当たってるだけなんですけど、うんうん、それでいい。いいですいいですいいです。そういうことか。一番最初に言ってた、うん、早めにクラブをこの辺ぐらいからこう戻すっていう手元の意識じゃなく、うん、肩に持ってっただけなんで、
あ、そういうことなんだ。あ、そう、それをしろなんだ。そう、 そうか。そう、やれをやってるのね。そう、なんかこのこっちに意識を持ってきただけで、うん、手が勝手にこう返ってくるよっていう。うん、しかもあのかっこいい人のこれできてる気持ち。あれね。ここれね、上手い人はこれやって。これやりたいんだよって。そう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 。あれがこれかと思った。え？めちゃくちゃいい。いいと思います。こうだよ。やりたかったやつになってるよ。できてますよ。これをあのコースでできたら最高ですね。滑ると思う。でもせめて練習場はそういう体のどこを意識して練習したらいいかっていうのをやれるといいと思います。まあ、コース行ったらこういろんなこう状況が出てきちゃうので、うん、それはしょうがないかなと思います。これが消えたのが不思議です。この感覚、この感覚ゼロになった。これが振るってことかって思った。あと全部このいい音だったよね、うん、そう、マシンに当たっててクラブがお仕事してくれました。はい、本当にそうなった、はい、やばいね、リサちゃんすごいね。すごいすごいよね。びっくり、びっくりだよね。いや、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。なんだよこれ。ではリサちゃんの激アツレッスンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。すげえ。鬼スライスが治ったということをカイト君に自慢する動画だ。本当に治ったのか。すごい。出るだろどうせ。やばいよ。おお、ナイスボール。やりますね。それ僕のクラブっすよ。なかなかハードスケールです。すごい。いや、僕のクラブっすよ。すごいっすよ、これ。やらせなしっすよ。やらせなし。TP7X ですよ。TP の 70g 台の X のシャフトで。ちゃんと取ってたでしょ。いや、ちゃんと取ってる。やらせなしです。ちゃんと取ってるもん。そう。うん。パコンってない。変なとこにボールコンがない。マジ、結構いいよ。うん。リサちゃんすよ。リンゴルフオープンニュースのお時間です。11月25日ですね、は兵庫県の ABC ゴルフクラブで開催されます。ゴルゴルゴルピアがやってきますので、ぜひ皆さん応募してください。続いて12月5日太平洋クラブ御殿場ウエスト、こちらも毎回好評の100切り応援会場でございます。年内ラストは12月14日土曜日、徳島県で J クラシックゴルフクラブですね、うんうん、初めて四国へ上陸します、うん、おお。リンゴルフオープン2019の大トリを飾るのは2020年1月17日埼玉県南山カントリークラブです。うん、いいコースだ。来年ということもあり、実は参加エントリーをしてくださっている方がとても少ないんです。決勝進出を目指している方はおすすめです。リンゴルフオープン2019も少なくなってきました。皆さんぜひご参加ください。来てください。お待ちしております。待ってます。バイバーイ。